赤チャンネル。今週はお家の中に潜む危険から赤ちゃんを守る便利グッズを紹介します。こちらはホームセンターの DIY コーナー。赤ちゃんを危険から守るお部屋作りの便利グッズがいろいろあるんですって。どんな商品が人気なんでしょうか。こちらが当店で一番人気の L 型クッションとなっております。一番人気は L 型クッション。テーブルの角や柱などに貼り付けて使うもので、ぶつかって怪我をするのを防ぎます。商品の長さが90センチございますので、ハイハイする赤ちゃんから捕まり立ちの赤ちゃんまで幅広く対応できることが特徴となっております。このほか指を挟むなどの事故を防ぐのに役立つのがストッパー。赤ちゃんってどういう行動するのかわからないもんですから、やはりこの指を挟む前にですね、予防してあげるってことが大事だと思います。ドアの隙間に取り付け、開け閉めの際の怪我を防ぐタイプや、戸棚やタンスなどに取り付ける開閉防止ロックなどがあります。でもう一つがですね、感電防止のキャップとなっております。こちらですね、赤ちゃんがですね、このコンセントの中に指を入れてしまったりだとか、あとはおもちゃなどをですね、このコンセントの中に挿して感電しまったりするっていうのを防止するために使用するものです。コンセントキャップを選ぶ際はシンプルなものがおすすめ。キャラクターなどがついていると逆に赤ちゃんが興味を持ち、いたずらをする恐れがあります。そして赤ちゃんが過ごすお部屋にあると安心なものが。私のおすすめする商品はこちらのジョイントマットとなっております。床に敷いて使うマットです。デザインや大きさも様々。赤ちゃんがですね、前に倒れたりだとか後ろに倒れたりするもんですから、その怪我の予防でご使用いただければと思います。子供部屋のですね、防音対策にもなりますし、あとはフローリングの傷つきの予防にもなります。便利グッズを上手に取り入れて、お部屋に潜む危険から赤ちゃんを守ってくださいね。すくすくアルバム、今週はりょうとくんとゆらちゃん。